映画ドリームの VIP 試写会に BTS の美とジョングクが登場しました。美も所属するウガペムの一員パクソジュンが映画の主人公に抜擢されたため、2人が VIP 試写会に参加したと報道されています。この日2人は相反する様子で注目を集めました。美はパクソジュンをはじめチェウシクなど数多くの俳優たちと交流があり、今回で VIP 試写会の参加は4度目でした。何度も経験してきただけに、彼は落ち着いた表情でメディアやファンと交流し、堂々とした姿が印象的でした。一方でジョングクは VIP 試写会は初体験だったため、周りを見渡し恥ずかしがる表情を見せ、フリップで顔を隠す場面も見受けられます。またおどおどしながら登場したジョングクにファンたちが手を差し伸べると、軽くハイタッチするシーンも捉えられ、世界的スーパースターとは思えない様子に驚きの声も上がりました。そんな恥ずかしがる弟を見たりは、ジョングクにマイクを向けるなど、優しい兄の姿を見せ、アーミーたちの心を癒やしました。他にもファンたちからは、デビュー10年目で初めての試写会で緊張する末っ子が最高。チョディンズの2人が現れるとは思っていなかった。恥ずかしがってることがバレバレで可愛い。テヒョンのビジュアルが最強すぎた、といった反応が聞かれています。またジョングクの前髪が短くなり、美少女のようなビジュアルになったことも注目を集めました。一方でジョングクはウガペムではありませんが、最近はこの集まりに高い出席率を見せていることが明らかになっています。パクヒョシンのミュージカルを観覧するジョングク、リ・パクソジュンの姿が目撃されたり、今年の冬は J-HOPE、リ・ジョングクのスキー場での目撃談の次の日に、ジョングク、リ・パクヒョンシクが揃ってスキーをしていたといいます。またウガペムのチェウシクは、BTS がメンバー別のインスタアカウントを作成後、すぐに美だけでなくジョングクもフォローしたことが確認できました。そのためファンたちの間では、かなり以前から交流があったのでは、と予想されています。現在美は、放送中のソジンの家にて引き続き、パクソジュン、チェウシクと共演し、仲のいい姿を披露。ジョングクは、シュガに続いて、ソロアルバムを準備中と報道されています。